どうも、ねずっちです。昨日ですね、アイドルライブに、ゲスト出演させていただきましてね、めったにね、アイドルの人たちと絡むことないんで新鮮でしたね。4組のアイドルグループがですね、それぞれ書き初めをしましてね、で、今年の抱負をそこに書くんですけど、で、それがお題で謎かけをするという、まあ、企画コーナーだったんですけどね、まあ結構ぶっ飛んだ、お題が出てきましてね、例えばね、文春法とかね、抱負でも何でもないだろうみたいなね、ツッコミが入ってましたけどね、それとかですね、暗算とかね、達成、それから脳炎上とかね、なんかもう英語も入っちゃって横に書き初め書くなんてのは初めて見ましたけどね、まあどんな謎掛けをしたかはですね、今度のいろいろしてみる60分ね、僕のピンライブの中で詳しく説明は話はしますけどね、一個ぐらいやっとこうかね。例えば脳炎上だったらね、脳炎上とかけて、おかしいな、ここにあったはずなんだけどなと解く、その心は、あれないな、ねずっちですみたいなね、そんな謎掛けをしたんですけど、まあライブ自体すごい盛り上がってましてね。だからアイドルっていうのはね、年齢的にも、そして客席も若さないといけないんだね。ねずっちです。では、また。